2018年7月スイスの旅。7月10日スイスペンニネアルプスマッターホルンのふもとツェルマット。ゴルナグラート鉄道で人気随一のゴルナグラートへ。6000距離 9.3 キロ、標高差1485メートルを33分で登ります。48座の4000メートル峰を誇るペンニネアルプス山脈、ヨーロッパ最高峰のモンテローザ山塊とリスカム山塊、ブライトホルンとクラインマッターホルン、名峰マッターホルン、ツェルマット5日目の朝。6時10分、朝焼けのマッターホルンです。6時14分、